瀬です。上野です。車温泉チャンネルです。違った。これからサウナ行くんじゃないの？サウナ行きたいけどね、全然違うよな。サウナ行かない？サウナ行きたいけどね。サウナ行きたいね。行きたいのは行きたい、うん。で、あとね、あのドライブインで、途中でね、なんか、焼き鳥とか食ったりしてね。したいね。うん、であのソニーソンコのアプリで、ね、ドライブスコアを測ったりね。そうやな、うん。スポンサーついてくれんかな。そうだね。案件欲しいね。ね、うん、いずれ。いずれね。普段はあれやけど、バーでお酒をって言うてるけど、うん、今日は今日はノンアルコールでね、お届けしましょう。そうです、まあ、運転中なんで、うんうん、特別編やね。特別編でノンアルコールで喋る会って珍しくない？珍しいね。ね、なかなかない。なかなかないよね。ゆうすけさんと喋るときもね。あー、確かにそうだね。あの時もお酒入ってないけど、うん、お酒入ってないけど割とその前に飲んでたりする、うん、そうだね、うん、午前中から飲んでて夕方からゆうすけさんと会うみたいなことがあるからね、うん、まあその時飲んでなくてもね、うんうん、酒は入ってる。酒は入ってる、うん、常々。それでいうと今日はもう、うん、全くよね。そうよ。いや、珍しいよ。ドシラフですよ。うん、まあ、シラフやからとか、うん、なんか変わるわけでもないけど。いや、関係ないからね。うん、そうそうそう、あの酒で変わらんからね。そうなんよ、我々ね、うん、さほど変わらんよね、うんうん、さほどどころか全く変わらんかな。ああ、俺はね、なんか普段より3割増しで笑うようになるねとは言われる。ああ、はいはい、うん、ことはあるけど、どう上の指摘に。どうやろな。いや、そんな感じない。そんなに。ああ、かな。そっか、酒飲まんでも笑うもん。そうだよね。上野氏もあん全く変わんない。うん、うん、あの一人で酒飲んだ時はもう、うん、すっごい人と喋りたくなるけどね。あー、わかる、うん、あのお酒飲んでる時に人と喋りたくなるのって何なんだろうね。何やろね、なんか寂しなるんかな、ね。あと一説ではさ、お酒飲んでる時が素の自分であるみたいなのあっちゃん。ああ。なんか普段はなんか猫かぶってたりとか、ね、社会に適合するための自分を演じているけど、お酒を飲むとそのリミッターが外れて真の自分が露呈するっていう。だから結構さ、お酒飲んで変わるみたいに言うけど、お酒飲んでる時の方が素なんだっていう説あるよね。だからそれで言うと、もう上野氏は鼻から喋りたがりっていう。そうですね、実際そうやし。そうなんだよね。ずっと喋ってるもんね、うん、ずっと喋るね。そういう説っていろいろあるよな、なんか。うん。ね、なんかね、みんなの、あの、人は、うん、寝てる状態が、うん、本来の姿で、あ、時は、うん、安全に寝れるところを、うん、確保するために、うん、寝てるだけっていう、うんうん、人はっていうか、生き物はね、うんうん。寝てる状態がデフォルトっていうね。うん、俺もその説前見たな。で、割と最近できた説だよね、うん、そんな言い出したらいいけどな。そうなんだよね。絶対違うやろってちょっと思ったんやけど。
うん、あでもね俺ね割とそうかもって思った。でも、うん、でも生物的には、うん、あれや子孫を残さんとっていうのが、ああ、そうね、で子供を、うん、子孫を残すことって、うん、それまあ人間で言ったら将来的には子供がいるから、うん、あの自分の安全を守ってもらえるみたいなことあるけど、うん、でも生物的に考えたらそんなことないやんか、うん、むしろ自分の睡眠を犠牲にして、うん、こう育てるから、あだからやっぱ全体的前提として子孫の繁栄っていうのが、うん、生き物の目的としてはあると思うから、うん、それを考えると、うん、寝てる方が、うん、デフォルトっていうのも、うん、ちょっと違う気がするなっていう。あ、まあ、まあ栄養取れないしね、寝てる間。そうそうそう、うん、でも安全に寝れるために栄養ってまあね、なえたら結婚もしてないし、うん、ショートスリーパーやし施設に反しまくってる、反しまくってるねまあオタク的に言うと我々みたいな 人種が人類の最先端であるとも言えるね。そうやな、うん、っていう負け惜しみのようないびつな進化をいびつな進化を遂げてるで言うとあれなんやな、昨日が乃木坂スター誕生ライブで、そうね、うん、動いてきました。おお、どうでした、うん、ファーストインプレッション。いやめっちゃ良かったよ。おお、うん、すごい楽しかったし、うん、あと初めてその乃木坂ファンじゃない友達とライブ行って、うん、へえ、というのがあの、うん、もともと、うん、そのゲストがまだ発表されてない頃に、うんうん、そのシルエットだけ見て、うん、ミセスグリーンアップルの大森元貴さん来るんじゃないのかみたいな、あーなんかそういうのあったね、うんうん、番組もゲストで出たし、そうだよね、つながりはあるもんね。でシルエットがもう男性一人のシルエットやったから、うんうん、これは前そのミセスのライブも出たから、うん、今度は乃木坂の方でゲストで出るんじゃないかみたいな、あその予想があった時に、うん、その友達がめっちゃミセス好きやから、うん、もしかしたらその大森さん来るかもよっていうので、うん、でまあ乃木坂も最近、ね、川崎さくらが可愛いっていうのをよく言ってたから、あらセンスいいじゃない。でだからでその前に行ったのがね、あれだってもう十何年前とか、あライブ時代、ライブ時代が、へえ、だからちょっとまあどうっつって、うん、うん、でチケット取れたら、うん、ね、あのゲストはゴスペラーズやって、うん、うん、おっとってなったけど。なるほどね、うん、まあロン毛のお兄さんっていうところでねシルエットは確かに似てるかもしれないよね、うん、まあまあね、結局はあれ別にただのフリー素材やったっていうだけないけどあ、そうなの、シルエットじゃなくて、あ、ご本人のアーティスト写真の切り抜きじゃなかったの、じゃないじゃない、あれ、あれフリー素材、マジで、うん、人とようもサイレントサイレンもあれ全部フリーソタって、うわー、それはちょっとやってんな、うん、それはダメですよ、まあ、まあとはいえね、うん、そのまあゴスペラーズもね聞けるのは嬉しいしっていうところ、そうだね、うん、うん、でまあ乃木坂もまあ可愛いと思うしっていうので、うん、一緒に行ってくれたんやけど、おう、やっぱね、瀬戸利を予想したいわけやん、うん、うん、
で初日と初日もそうやし、うん、昼公演もあのセトリ全部違うんやな。あ、マジで、うん、あの乃木坂ブロックの基本の構成だけ一緒で、うん、アンコールも違うし、で、だから誰が何やんのやろなって言って、おでやってなかったので言ったソロで、うん、あの井上凪のやつとか、うん、君の知らない物語とかやってなかったから、うん、あそれはやるよ言って、うん、で、あそれめっちゃ好きやからみたいな、うん、楽しみにしてくれてたんやけど、うん、でいざライブ始まったら、うん、まあ、まさかの、うん、まさかのというかミセスのケセラセラから始まって、まあ、予想はしてたんや、うん、番組でもやってたし、うん、であのどっちのそれまでの公演でもミセスの曲やってなかったから、うん、もしかしたらミセスやるかもねっつって、うんうん、で番組で披露したやつでまだライブでやってないやつ何やる何やろうなっつって、うんうん、ケセラセラとかあるかもねっつっていうのを事前に話してて、うん、でいざ始まって、うん、舞台出しの結成ぐらいで、おもう2人で顔見合わせてやったじゃん、うん、あじゃあ結果本当行ってよかったね。いや本当にね、うん、席めっちゃ良くて今回センター席の、うん、あの34列目とかやったんやけど、うん、まあ、あの前もまあまあ見えるし、うん、そうね、サブステージも見えるし、うんうん、でしかもあのちょうどというか席の端っこやって、うん、真ん中寄りの端っこ、なんかすごい快適に見れるわ、いいねところでやったんやけど、うん、その「けせ」って二、うんうん、人で顔見合わせて「はぁ」ってなった時に、もう友達もテンション上がりすぎて通路に出てたからね。まあそれはしょうがないわな、飛びの板みたいな。の曲もね、うん、あのフランプールの君に届けとか、うんうん、懐かしいな、いろいろやってたんやけど、うん、君に届け読んでたわ、あ、僕も読んでた、あ、読んでた、うん、全然内容覚えてないでも、うん、ぼんやりとしか、風早くんにすごくモヤモヤしてたな、あ、そうなんや、うん、沢子好きなんだから言っていいんだよお前うじうじしてる場合じゃねえんだよって、あ、そうか、全然覚えてない、やってたんやけど、うん、そのまあね、どう、なんかその後も、うん、あのモームスのシャボン玉とか、おお、なんかね、ほんまに見事に好きな曲がいっぱい続いたっていう、うんうん、で、まあ、それでまたびっくりしたのがね、ゴスペラーズのね、うん、ところでゴスペラーズ何やるやろうって、うん、もう一人となんかもう一曲やろうっていう、あ、でも一人は一回やってるしなみたいな、その井上凪とね、うん、番組でもやったし、うん、その後の最初のスタータンライブでもやってるから、うんうん、どうなんやろなみたいなことは言ってたんやけど、うん、ま、で、人とようもサイレントサイレンもどっちも自分らの曲を2曲やってるから、うん、一人となんやろうなんやろうっつって、うん、まあ言うてて、うん、でまず案の定というか、うん、1人を井上凪と僕が6人でやって、うんうん、っゴスペラーズのね、お、生で聴くとすごかったよ、いやーすごいね、アカペラでね、え、ゴスペラーズって全員出たの、全員、うわそれ贅沢だね、めっちゃいいやっぱり、うわおおってなって、うん、で次中西あるのを加えて、うん、もう7人で、うん、でアカペラでって、うん、何すんだろうなと思って、うん、でゴスペラーズで何曲か好きな曲あるんやけど、うん、その中で星屑の街っていう曲が、うん、好きで、なんかのドラマの主題歌やってんけど、それも確かアカペラで、うん、アカペラやったと思うんやけどね、
うん、でなんかそれっぽい始まりやって、うんうん、ポンポンポンみたいな、うんうん、であれ星屑の松屋来るんちゃうみたいな、おうって思いながらちょっとワクワクしてたら、うん、その歌い出したんやけど村上哲也が、うん、新しい季節はっておうで、うんってうんで星屑の松屋やったら、うん、探してたしたがないけど、うん、新しい季節はなぜか切ない日々で、あれで友達に、うん、ちょっとちょっとみたいな感じで肩パンって叩かれて、うん、あロビンソンやってそうだねスピッツやすげえ。僕はもう、うん、一番スピッツが好きやから。そうだよね、初めて買った、うん、生まれて初めて自分のお小遣いで買った CD もスピッツのファーストアルバムやし、おでもうロビンソンもちろん好きやから、うんうんうん、なんか今日からそう乃木坂見に行って友達 も、うん、もう一番好きなミセスの曲やってて、うんうん、もう一番好きなスピッツの曲をこのやってて、うんうん、なんか こんなことあるみたいな、ね、でゴスペラーズも好きやもんね。ゴスペラーズも結構好き、うん、すごいね、もう好きの積み合わせだね。そうそうそう、もうびっくりした。へえ、すげえ。なんかすみませんみたいなすみません今日は僕らのためのライブってほんとね、僕らのためだよね。でもめちゃめちゃびっくりしたよ。ああ現実を理解するまでちょっと時間がかかった。おお、夢みたいだよね。こんな好きな曲ばっかりやんのやってね。えすげえな、うん、いやありがたかった。うん、でそれ昼公演とまた違うわけだもんね。あ、そうそうそう、曲も全部違うし、うん、それたまたまね自分が行った夜公演でそのセトリっていうのはね、そうそうそう、いや嬉しかったね。うん、僕ダイロハがね、うん、休演ってやってたけど、うんうん、一部だけ出るっていうので、うん、でまあこれはさすがに春よ来いをやる、うん、ああまあまあまあっていうことで、で春よ来いやってたんやけど、うん、おめちゃめちゃ良かったよ、春よ来いめちゃめちゃ良かったよ本当に。いや奥田の生歌はいいよね、素晴らしい、ね、うん、小川もね良かった。ピアノ、おーピアノやったんだ、うん、うわてん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 てね、うん、あったら、あの実際にあの、うん、ユーミンのコンサートで、うん、ピアノ弾いたりしてる武部さんに指導してもらってっていう、うんうん、なんて贅沢な、めちゃめちゃ贅沢な、FNS 歌謡祭とかでもねよくバックで弾いてるよね、うんうんうん、なんかもうちょっとだけその、うん、指導してる様子、うん、紹介されてたんやけど、あのやっぱねミュージシャンやね、なんか、うん、上手に弾けてるけど、うん、あのもっと感動させることができるって、あその先に行こうっていうね、譜面見ずに弾いてみましょうか、うん、ちゃんと弾こうとしすぎているっていう、ね、ありがちよね。なんかそういう、そういうその観点で教えてくれるのが、うん、あのありがたい話やろなって。ああ素晴らしいね。思ったね、うん、弾くだけじゃないからね、うん、楽器っていうのは。途中で明らかに、うん、あの言葉選んでたから。これで感動するかというと、うんうん、もっと感動させることができるみたいな。でこれで感動するかというとってなったら、うん、続きはしないやん。しないだよね。でもそこちゃんと言葉選んである。そうだね、まあ、本人のモチベーションもあるし、まあ、ファンも見てると思ってるだろうからね、うん、
優しかった、そういうところ。うん、やっぱさ、上手い人って、まあ、何でもそうだけどさ、教えるのも上手いんだよね。ね、うん、自分ができてれば OK っていうよりかは、うんうん、いや、ほんとね、その何が良かったって、その後伊藤ちゃんが泣く泣く、おお、あ、そっか、スタタンだからね、オズワルドが MC なわけだ。そうそう、うん、伊藤ちゃんが明らかに涙声になってめっちゃ良かった、それが。いや、涙もるからね、そうそうそう、2人ともエンディングこの進行、うん、このテカンペで顔隠したのが、うん、オズワルドはなんかパフォーマンスしたりしたよ。あ、いや、漫才とかはしてなかったな、うん、あ、そうなんだ。トークだけやけど、うんうん、でもあの話はしてたよ、うん、学祭で手抜いてるって言われたって。あ、出たX で話題になってたね。泣いてる泣いてるって言われた時、うん、学祭で手抜いてるって言われたことを思い出してた。いや、あんなにあんなにね、うん、この一緒に番組やってる子たちが歌ってんのを見て、うん、あんなに泣ける人は手抜いたりせんよ。いや、しないよ。うん、前ぺこぱの時漫才やってたよ。ぺこぱの時やってた ね。まあ、オズワルドの漫才、大箱向きじゃないからな。まあな。ぺこぱの漫才、割と、うん、なんか、アイドルのパフォーマンスに近いものがあるもんね。そうだね。決めのフレーズがあってっていう。うん。振りも大きいからね。うん、ステージ映えするよね。ね、うん。あ、そっか、うん、楽しみよ。そうだね、他の公演のもね、うん、見たいとこだしね。そうそう、うん、どっちやったか忘れたけど、うん、なんかあの初日か昼2日目昼公演かないけど、うん、あの乃木歌のところで、うん、小川彩が持ってるペンライトが電池切れかけで、うん、あの紫の電池がなくなってくると赤になっていくっていう。そうなんだ、うん、乃木坂のサイリウムってそういう感じになってるけど、うん、小川のやつが電池なくて、うん、途中から赤くなって、うん、戸惑うみたいなシーンがあったらしい。てかライブ前全員新品にしてるんじゃないんだね、うん、変えていけよと。本当だよね。うん、呼び方がずっと定まってない。あ、ペンライトにサイリウムにスティックライトにも、まあ言い方いろいろだからね。そのスティックライトをね、うん、まあ、僕も持っていくわけやけど、うん、でも友達は、うん、その乃木坂とかアイドルとか関係なく、あ、ライブ自体が十何年ぶりとか、うんうん、だから当然、まあ、持ってないわけ、うん、で僕も乃木坂のやつ日本しか持ってないから、うんうん、でせっかく行くからやっぱ絶対持ってた方がいいや、うんうん、でだからまあスティックライトを貸すとして自分の分どうしようかなって思って、うん、でそうやと思って、うん、あの光るやつ持ってるぞって。お、なんだ。2019年のシングアウト発売記念ライブで、うんうん、クラップするように腕につける、あああったね、ここにつけるやつね。そう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 、僕はあれを持ってたなっていうのを思い出して、うん、おでこれをね持ってるんかい。カバンに入れてほしいって。いや懐かしいね。
これを、うん、これを二つ、うん、腕に、うん、腕にというか、この指二本ずつにこうやったり、うん、はいはい、この縦に二つ持ったりみたいな感じで、サイリウムカラーをこうやってやってたんやけど、うん、あの大きな欠点が見つかって、まあ、あの、うん、前にはこう色が届けれるんやけど、うん、前にしか届かんわけよね。ああ、そうだよね。まあどっちかよね。こっち向きかこっち向きか。うん、スティックライトは、うん、もう会場が全体がこうバッ光ってる綺麗な景色とかになるけど、うん、で後ろから見ても綺麗や。うん、でも僕のやつはもう前に向かって光るだけ。うん、ああ。なんかこんなエゴの塊みたいなことでええか。なんで？もっとこの会場全体が綺麗になってるのが僕は好きやから、うん、何メンバーだけに見せようとしてんねんみたいな。あ、そっか。え、でもメンバーから見たら綺麗な観客席の景色の一部には慣れてるんじゃん、ね、なんか見え方違うやつおるなってなってたかな。まあ目立ってはいただろうね。だって多分やけど、うん、これ使ってたの、うん、横ありの客席の中で多分僕だけやしね。だろうね。あと5期生シングアウトのライブ知らないっしょね。何あれってなってるでしょ。なんか変なの。ね、あれうちのみたいな。なんか違うライブの持ってきてみたいな。丸いの2個あったけど。ジャニーズのかなみたいな。乃木坂の曲もやったんだ。あ、やったやった。うん、もう乃木坂の曲とかもほぼ5期生曲やけど、うんうん、5期生曲全部やったんかな。あ、そんなに、うん、へえ。5期生曲全部やって、うん、あのお一人様天国で終わった、うん、ああ。でアンコールで、うん、ダンケシェーンと、ダンケシェーンと何かやったんやな、何やったかな、うん、ダンケシェーンやっても全然覚えてないわ。まあまあまあ楽しかったっていう記憶だけある。うん、珍しいね上野氏は。なんかあの乃木坂ブロックに関してはちょっと考察の余地はないなと思って、うん、あ、まあね、うん、考察チャンスがあるところの記憶がいいんだ。うん、あ、やっぱ何でもかんでも覚えてる。脳みそパンクしちゃうから。まあそりゃそうだよね。やっぱ関心のある部分だけ覚えるようになってるからね、うん、人の脳っていうのは。で、まあだから今、まあ、考えるべきところで言うと、うん、やっぱ向井葉月の卒業であったり、ああ来ましたよ。あとは、うん、37枚目の曲名が発表されたり、うん、そうだね、そういうとこよね。うん、歩道橋、うん、ちょうど今目の前に歩道橋。そうだね、ちょうど歩道橋の前で信号で乗ってた、ね、いやーでも向井卒業はまあ覚悟はしてたし、なんならちょっと前にあのブックレットに向井葉月は参加しませんみたいな、あああったね、あったよね。うん、なんならあの時卒業かみたいな話もあったぐらいやしな。うん、チートデイやっけだっけ、ちょっと忘れたけど、うん、なんかその件忘れてたけど、うん、じゃあその時乗らなかったのは何だったんだろうって感じよね。うん、だからなんか本当はもうちょっと早くに卒業予定やったけど、あ、ずれたんか、そのタイミング的にずれていったっていうことはあるかもね、うんうん、そうね。でもまあ3期生なんてね、
もう誰が卒業を発表しても驚かんよ、うん、そうね、うん、本当に基本はもう全員驚かんな、うん、驚かんし覚悟できてるよ、うんうん、メンバーによってちょっとだけ驚くかもって、まあね、この間日向坂が4人一気に卒業発表あったけど、らしいね、うん、カトシとヒヨタンと、と誰だ、マナフィーとかかな、あとニブちゃんか、なんかそういうノリで3期生一気に卒業みたいなってもおかしくないからね。そうやね、うん、だって帰り道の時なんか、うん、ごっそり抜けたもんな。あ、帰り道シングアウト感で、うん、川子とか卒業したんですよね、うん、うん、その時で言うと、まあ、うん、西野、うん、若月、うん、で川子、うん、農場、うん、で、ちょっと空いて江藤、あ、でそれからシングアウトの手前で伊藤かりんとか、うん、確かそうよね。そっか、あの辺ね、一気に抜けたよね。でもまとめてじゃなかったけど、まあまあまあ同時発表やもんなっけ、あの日向は。そうそうそう、すごいよ、あれはなかなかね、前代未聞の、うん、同時発表、どっちの方があれなんやろ、 でかいというか、うん、ショッキングなんやろな、同時発表か、あ、ゾロゾロでやめていくのかって。でも俺はね、その今言ったその川穂とか農場が次々抜けてった時のメンタルはちょっときたね、うん、うわまたか、うわまたかみたいな。そっちの方が、うん、多分怖いし嫌よね。そうそうそう、え、次誰来んのみたいな。だったらその期間辞める人たちが一気にっていう方が、まあスッキリはするよね。なんか精神衛生上いい気がするよな。そうそう、うん、それそういう狙いなんちゃう。何、あの一気に4人っていうの、うん、ああだろうね。で、まあ、割と何て言うやろ、そのこんな言い方あれやけど、うん、まあ世代交代感も出せるというか、うんうん、4期生がほら映画全部オブ東京やった、ああ日向の ね、うん、あれの公開のタイミングとかもあったし、確かに新世代来てるよっていうので、うんうん、まあ、またここもここもここもってなるよりかは、うんうん、そっか4人卒業かって、うんうん、一旦この卒業ってことは次も次もってなるよりかは、うんうん、もうガラッと変えていくぜっていう感じがね、方がまだまだ気は楽かも。そうだよね、乃木坂もその方がいいな、うん、乃木坂も今後はそういうことにしてますっていう風に言ってくれたらもう、うん、37枚目のあたりには卒業がないっていう、うん、あれになるんやけど、うん、歩道橋、歩道橋ね、歩道橋ね、まあ向井参加しないらしいからね、せんからな、うん、だからもう向井に会える機会はないのか、パンダラが、アンダラか、そうだそうだ、アンダラもう一箇所、そうそうそう、横浜だ、ライブはそれが多分、そうだよね、うん、ミーグリとかはまだあんのか、ミーグリは、うん、あるんちゃうか、どうだろうね、ないかもね、あるか、我々ミーグリ参加しないぜだからね、分からんのよ、分からんよな、ミーグリのスケジュール感が、
個別ミーグリはもう多分火炎っぽいよね、うん、あそうだよね分からんけど、うん、さすがにね終了してるやろうし、うん、シングル発売から結構経ってるからね、で全体のミーグリでいけるかもっていうところかな、うん、どうなるの、なんか卒業セレモニー的なこととかすんのかな、やってほしいね、うん、配信とかでもいいから、そうだよね46分、うん、そうそうそう、思い出ファーストもやらなあかん、いやしんどいやってほしいようなやってほしくないような、複雑な12人全員やらなあかんから思い出ファースト最後の一人まで、うん、最後ソロ歌唱、最後は一人で思い出ファーストうわー切ねー、どんどん減っていく思い出ファースト、やだな、でも似たようなことをさ、うん、あの2期生が最後のレナチとあやねちゃんだけになってく時にやってたよね、うん、そうそうそう、2人でアナスターシャとかやってたよね、うん、だからあながちなくはないよな、なくはない、3期生のラスト1人誰？誰やろうな、うん、それこそちょっと前まで向井はある、うん、あり得るなっていう話もしてたけど、うん、あそれがなくなっちゃったかな、うん、意外と早くね、うん、そうね、なんかそういう順番的な驚きはあるけど、うん、卒業自体に驚きがないんやな、そうだね、単純にその若さで言うなら岩本がまあねっていうのがまあ順当かなとは思うけど、うん、でも全然やっぱ梅井が最後まで残る可能性とかもあるし、うん、なんだ吉田が最後まで残る可能性だってあるし、いやああやって最後になったらかっこいいよな、かっこいいよね、乃木坂の歴代の最年長みたいな、うん、ね、乃木坂の柏木由紀あやてぃは見た目がもうめちゃめちゃ若いからね、うん、戸惑うんやよな、だって、うん、95年生まれやもんな、生駒と同い年やもんね、そっか、生駒とか、うん、伊藤真理香とか、そうだね、すごいな、そう考えるとゆきりんは割と年相応だしね、うん、そうだよね年相応だし、年相応のあの肌感で、うん、あのすっぴんの状態からメイク動画とかあげるのすげえなって思ってまあまあまあいろんなブランディングというか、うん、そうだね、見せ方があるから、あるね、売り方見せ方、うん、でリリアなんかは結構早いと思うよ卒業するの、うん、なんかその卒業後に割と明確にやりたいことがあるタイプでもあるしね、うんうん、そうそうそう、声のお仕事やったりとか、うん、今度もね、あの朗読劇ね、朗読やったりとか、うん、舞台のお仕事もね、うん、東京リベンジャーズのやつ、そうそうそう東京リベンジャーズのそういうもんやからしょうがないんやけど、うん、このポスターみたいに出てて、うんうん、なんかいろいろ積み上がったところの中に、うん、その立花日向役の伊藤リリアも座ってたけど、立花日向はそこにはおらんからね、あ、そうなの、何その時系列的にというか、あの立花日向はお家で待ってますポスターになってるとこは、うん、チーム間の構想の
現場やから、ね、ああなるほどね。そのシチュエーションに合わせない人なのね。まあそれ言ったらね、うん、ポスターってそういうもんだからね。あの卒業アルバムの休んだ人みたいなワイプみたいな感じでっていうわけにもいかないからねでもやっぱ一期生とかもさ、うん、その卒業をやりたいことがある人順に抜けていくからね。そうやね、うん、川子なんかは若かったよね、うん、そうだね、22、3ぐらい。いやもっと、うん、だって、うん、星野とかと同い年やから97年生まれで、うん、で、あの帰り道やから、うん、2017年末とかやろ、うん、20歳とかじゃん。20歳で卒業してんのか、うん、はあ、だからセイミヤとかすげえ早いなって思ったけど、うん、ああ実は前例というか、うん、うんうん、まあ、あとアイドル界で言ったらそんなもんだしね。ね、乃木坂がちょっと、うん、やっぱ長くおる人が多いから。そうだね、まあ、乃木坂なり、まあ、ね、秋元系ってそうだからね。 AKB もね。まあでも AKB はなんかこの、うん、あれじゃない、なんかその、うん、ムラが激しい。ムラ激しいね。こそ峯岸さんみたいに、うん、すごいよな、十何年とかあったよな。そうだね、最後の一期生だからね、14年とかいたんじゃない、ね、うん、とかやけど、でも1、2年で辞めちゃう人もやっぱ、うん、おるもんね。そうだね佐久間さん界隈で最近爆売れしてる、うん、福留なんかは2年しかいないからね。ああそっか、2年ってことは乃木坂で言うたら5期生が今卒業するみたいなことやもんね。そういうことだよねそれはびっくりするな。うん、まだ見たかったわって感じあるよね、うん、あと乃木坂で言うとあの山下美月がシングアウトの時に卒業してたら、うん、2年ちょっと、はあ、短っ。で卒業の可能性はあったって言ってるからね。あそうだね、あのヤバかった時やね、うん、活動休止を勧められて休むぐらいなら卒業しますって、うんうん、プロすぎるやろ怖いわあれ桃子は何年いたことになるの。大園はね、橋本と同じぐらいね、5年とか。あぴったり5年ちゃうかな。うん、そうそう、2016年の7月4日がオーディション開始で9月4日が、うん、あの合格、うん、で、まあ、3期生が加入日で、うん、で2021年の7月4日に卒業発表して、うん、加入日の9月4日に卒業やから、うん、あぴったり5年。なるほど。いやまあななみんと一緒って考えると、まあ、5年はいてほしいよね。ね、うんなんか全然長くいてくれるに越したことないけど、まあ、5年追ってれば見たなって感じはするね。まあなあ、セイミヤも5年は追ったもんね。6年とかかな。そうね、あの伊藤マリカとかと同じぐらい在籍してるし。あマリカも5年っていうことか。6年。あだまあそんぐらいだよね。見た感じはあるよね。そうだからね、もう土初期の乃木坂が濃すぎるんよ、活動が。確かに、うん、そうよ。シングル出すペースも結構詰まってたのね。
そうね、うん、最初そうやな、結構詰まってたな。だって、うん、ファーストバスラで希望やってるもんね。そうだよね。だから1年間で5枚出してんの、ね、今4枚出して、うん、さらに次の5枚にもできてるっていう状態だから、うんうん、そうだね。まあ実質2枚分ぐらい多く出してる計算になるよな。うん、うん、でサードで10枚目のなんぞら初披露だよな、ね、確か。うん、多分もう初年度がやっぱすごいんな。そうだね、4枚プラスアルファって感じで、うん、でセカンドでまあ567、うん、でサードで890って感じか。そうね。フォースやと、フォースのバスラが、うん、あの夏、うん、夏の神宮でやってるから、うんうん、だから肌様まで行っちゃうんですか。あ、フォースでもう肌様か。フォース肌様で、アスカちゃんの神宮前から。アスカちゃん4年目か。じゃあね。あ、4年で 5年目か。あ、そうね。で、そう考えると、うん、あのフォースが肌様で、うん、フィフスさよならの意味って、うん、なさすぎがいた。そうだよね。全然新曲ないやね。あそこ全然出してないんだな。アルバム入ったね。あ、アルバムあるね。そう、あとそのアスカちゃんが結構紆余曲折あっての肌様で上り詰めた感があるように感じたけど、うん、意外とたった4年なんだね。そうだね、うん、って風に考えてもやっぱり初期の乃木坂のなんか濃さを感じるよね、うん、そうよな、うん、なんか7年ぐらいかかって肌様にたどり着いてるイメージがある。わかるわかる、うん、だって7年経つ頃にはシングアウトやからな。そうだよね。いや、感覚バグるな。すごいな、うん、そうか、7年経ったらもう3度目の単独センターか。はあ、3度目単独センター、センターだけで言うと4度目っていう、うん。いつかできるか今日できるもあるからね。そうそうそう、うん、どうやろうね。でも次、うん、誰センターになるんやろな。東京ねえ、歩道橋ってどういう曲なんだろうね。うーん、なんかミドルテンポな感じするけどね。まあさすがにというか、うん、アップテンポでみたいなのはちょっと想像しにくいし、うんうん、ってなるとなんかちょっとお涙頂戴系の卒業ソングになりそうな、うん、まあね、うん、感じっていう風に紐付けてしまうよね、うんうん、東京がその交差点とか、うん、信号とか関係なく渡れるっていうことで、うん、あのきっかけとか落とし物で交差点が出てきて、うん、で変わる信号にせかされてっていうところから、うん、そのせかされることのないもの、うんうん、信号になる信号の変化が、うん、そのグループとしての移り変わりというか、うん、あとはまあもっと言うとアイドルとしての、うん、その寿命というか、うん、そうやって移り変わっていく中で、うん、自分はどうすればいいのかっていう
ものをテーマにやるんじゃないかと思うんやけど、うん、そういうのにとらわれずに、うん、まあ、好きなタイミングで渡れる、せかされることもなくこちらからあちらに行けるっていう、うん、そういう曲かな。まあ、そっから自由になれるみたいなね、うんうん、なんかそう考えたらそのしっとり系のバラードっていうよりかは、うん、あれひと夏の長さよりとかさ、うん、ああいうなんかちょっと清々しい、うん、なんかちょっと壮大で開放感のある感じとかも合いそうね、うん、そうやね、うん、作曲誰やろな。ああ作曲な、結構最近いろんな人やるからね。そうなんや、うん、でもその感じで言ったらなんぞらの人とかね。ああ、チートでやってるからね。ああ、そっか、続けてになるか、うん、まあ、別に続けてがない話じゃないかはないけどね。マネキンからの希望とかもあるし。ああ、そうだ、まあ、僕の要素はナスカです。ほうほうほう、その心はなんとなくなんとなくなんもなかったあのね、上野氏があまりにも考察能だからね、だから全部に理由があるのかと思っちゃうのよね。まあ実は僕もなんとなくはね全然やるけど、うん、まあ、まあ考察というほどのもんでもないけど、うん、そのここにはないものがナスカやっぱ、うんうん、で、まあ、今回もここにはないものと近い発表の仕方をして、ね、で、まあ、ちょっと壮大な感じとか、うん、もうナスカの曲やったらあるやろうし、うん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 、っていうところはあるけど、うん、でもこれで またナスカやったらそれはそれでちょっと芸がないかなって思っちゃうのもあるしな、うん、まあそれはそれでね、うんうん、まあ、ここにはないもんと一緒やんけって確かに。ナスカ自体がその曲の幅広いから、うん、そうだね、何でもやるからね。どう、あれ黒い羊とかナスカやっけ。黒い羊はあれバグベアじゃない。バグベアやっけ。あ、ナスカだ。ナスカ、うん、ナスカ、うん、で黒い羊と、うん、ここにはないものと、うん、自己中で行こうがナスカな。ああ、そうだそうだ、なんか自己中ちょっとその系譜から浮いてる感じするよ ね。そんなバカなっていう感じね。あ、それ普通のもいけんだねみたいな自己中で行こうはなんとなくあれを思い出した、うん、AKB のうん、エブリデイカチューション。あ、やっぱね、アイドルの夏曲って言ったら、うん、こういう感じでしょっていうね。サビがあって最後になんか、うん、C メロというか D メロみたいなのがある感じ。ああ、そういうのね、うん、来るんやろな、まあ、まあ全然初の人が来る可能性もあるしな。うん、全然あるよ。まあどんどん初の人やってほしいし ね、うん、同じのばっかりでもなってなっちゃうからな、うん、そうだね。おってなりたい。そうそう、やっぱりね、MV はドラマ仕立てで来てほしいね。そうやな、歩道橋はさすがにドラマ仕立てかな。ね、どんどんここにはないものに近づいていくけど確かにそうだな、結局ここにはないものを求めてるのかもしれない。うん、
っていう風に我々が考えてるっていうことはもうガラッと裏切ってくるよ、ね、うん、多分ディスコチューンが来る可能性がそれもうやったもうやったな、ディスコもうやったからな、別のやつ、別のうん、そのミドルテンポなやつで来るかと思いきやメタルかな、メタル来たらおもろいな、笑うなでもさ、メタルっていうか、うん、ヒゲダンってさ、うん、ヒゲダンがもともとメタル、ハードロックのバンドだったっていうのがあってさ、うん、で、そのヒゲダンがバラードをやっても、うん、そのちょっとメタルの要素がもうぶち込んでくるみたいなのがあって、うん、なんかああいうちょっと重ためのバラードで来る可能性もなくはない、あーね、うん、そうか、そういう可能性もあるか、うん、うん、あの通り部の歌みたいな、うん、意外と乃木坂でないじゃん、うん、あの芸のずっとしてる、僕は今でもあれを待ち望んでるよ、うん、あの緑みたいな、あウッドベース早めパンク、うん、まあ合いそうだよね、ウッドベースピアノベース、うん、あ、じゃあベース2人いるな、ウッドベースピアノギターでうん、で、あのピアノのめちゃめちゃ速弾きでしょ、そうそう、うん、見たいわ、あれかっこいいよね、絶対合うしね、うん、で、その編成でちょっと乃木坂感としてストリングス入れるとかね、そうだね、うん、振り付け清志郎さんがいい、ああいいね、ワーナーさんでもいいけど、うんうん、あのもう後藤真理子に作ってもらうか、ああ最高やん、デスタラでもあの辺の人たちさ意外とアイドルの曲作ってんだよね、うん、まあ、後藤真理子がやってるか分かんないけど、キノコホテルとか、あ、うん、いいね、マリアンヌ下嶺が作曲して、うん、球体曲やったらやってほしいよね、ついでに作詞もやってくれたらめっちゃ笑う作詞はな、作詞はね先生がいるから、ね、忘れておしまいとかいいですけど、うわその MV 見たいわ、なんか廃業感みたいなとこでやるでしょ絶対、そうそうなんかめっちゃ雲の巣張ってて、でなんかボロボロのピアノみたいに出てきて、あとマリーズの島くんがねももクロの曲やったりとかね、ああそうだね、うん、ももクロなんか贅沢よなねえ、キスとやってるしね、うん、わけわからん、すげえな、ももクロやっぱり、いやでも乃木坂も騎士団とやってるから、そうやな負けてないよ、サンゴマスターともやってる、あでも曲は出してないな、そうなんや、うん、その辺りと楽曲提供でね、うん、してほしいね、そうだよね、それこそミセスとかやってもいいと思う、うん、いやミセスの曲ね絶対乃木坂合うよ、うん、そうなんやな、うん、あのいくちゃんのソロコンで歌ってた、うん、あの青と夏めちゃめちゃ良かった、うんうん、スター誕生で歌ってるのも良かったしね、なんとか、うんうんうん、それこそ壮大な感じもあるし、うん、そうね、でミセスの曲ってメロが可愛いんだよね、そうね、うん、
あの人アイドル好きだったりする？どうなんやろな。うん。ミセスのあの対バンライブで最後に好きな曲を歌いますってぐるぐるカーテンの歌でちょっと歌ったっていうのあるけど、ああほんのり香るな、うん、曲で、うん、あのある一節のところで、うん、あの4拍子と3拍子を行ったり来たりするみたいな歌があって、うん、うん、うん、3拍子3拍子4拍子3拍子3拍子みたいな、おー複雑な、うん、フローが大変言う、フローが、フロー4文字分の尺でなんか、あーフローね、あの語呂合わせ的なね、9文字ぐらい入ってるけどカラオケで歌うの大変だよね。そうそうそう。秋元康もえらいことになっちゃう。一本のコーラとか一本の煙突とか言ってどころじゃないから。ああ、もっと詰め込まないとね。そうそうそう。詰め込みすぎてパピパッパパーみたいになるんちゃう。あのサビ前みたいな。パピパピパピパパパパ。あとミセスが作曲だと、うんうん、作曲が違うっていうところが、あ、作詞が違うっていうところが難点だったりするかもしれない。そうね、うん、詞書きたそうじゃん。そうやね、うん、ミセスのね、うん、大森さんはね、うん、考察好きやと思うから、あああの人も多分スピッツ好きでしょ。どうなるな、うん、感じる、そういうなんか、うん、そのスピッツも、うん、そんな詳しいわけでもないし、うん、なんだけどなんか詳しくないからこそほんのりなんかそんな気がする、なんかメロディーラインのキャッチーさとかもあるもんね、なんか、うん、音楽やってると、うん、作曲とかでも、うん、そういう理論的なもの、うん、ね、あと1音符に対してそのあんまり言葉を詰めないじゃん。もうスピッツは、うん、そうだよね、うん、ミセスって結構そうじゃない？ミセスね、なんか場所によっては、うん、打って入れる感じがある。あ、そうなんだ。あのライラックっていう歌があって、うん、マイマイサイクダラナイアイオダウサイ。ああ、その感じね。やるんだ。ダラナイアイオダウサイ。うん。なんかああ、タンタンタンで、うん、愛を歌う際って8文字入ってる結構やるね、まあ、曲によりけりなんちゃうかな。まあね、青と夏なんかそんな感じでもないし、うん、青と夏のハマり方すごく気持ちいいよね。ミセスがまたタイアップで曲出せるの、うん、み
ターバカンスやったかな、うん、でこれがあのセイントお兄さんの映画の主題歌で、うん、やるんだ。そうそうそう、でもセイントお兄さん大好きやから、うんうん、で白石も出んのよ。あんまその調べたりはしてなくて、うん、なんとなく白石がセイントお兄さん出るらしいっていうことと、うん、松山ケンイチがあのイエス役をやるから、うん、その役でやってるイエスより、うん、フォロワーがこんなに多い、うん、X をやってるのが、うん、我慢ならないっつって、うんうん、お願いしますフォローを外してくださいって言ってたのを知ってるんやけど、うん、それ以上の情報はあんまり入れてなくて、あで昨日その、うん、ミセス好きな友達から、うん、ミセスがまたタイアップでこういう曲やるよっつって、うんうん、でセイントお兄さんって、うん、マジでって、白石麻衣が七福神の弁財天役をやるんやけど、わあいいね、絶対面白いあ役柄的にも、うん、そうなんだ、めっちゃ面白いと思う、うん、結構ギャグ系、あめちゃめちゃコメディ、あまあやっぱね、麻衣やんはね面白お姉さんで行くべきよ、うん、うん、あれ覚えてる？ライフの出てたやつか、うん、あー、見た見たあれで、うん、あの人を騙そうとするキツネの役、うんうん、あれライフちゃうわ、あの03とやってたやつ、あれ NHK のやつじゃないの、あのいや、うん、あれ日テレ系やった気がする、東京03と、うん、ゲスト呼んでっていう、あー、6話ぐらいで終わったやつだ、そう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 、日向坂とかも出てたりしてたので、あれで白石が出てて、うん、あのかくちゃんに、うん、が結婚するってなって、うん、で連れてきたのが白石で、うん、で絶対騙されてるって、うんうんうん、で本当に人を騙す狐やったみたいな、あだからライフは西野が出てた、うん、なんかその時の、うん、なんかまあ弁財天のキャラ的には別にそういうキャラではないんやけど、うん、なんか白石がそういうはっちゃける感じが見れるんじゃないかなと、うんうん、ああそれ楽しみだね、面白いんや、うんうん、セイントお兄さんの宗教観とか割と、うん、ちゃんといじってくるから、ああいうの作れるのは日本の強みだよね、そうだね、うん、セイントお兄さんアメリカで映画化絶対できないからね、できんねでも欧米の人があの漫画読んだらだいぶびっくりすると思うよ、そうやな、うん、トリックの人見たらどう思うんやろ、いやブチ切れると思うよでもまあ日本人らしいなとは思うんじゃないイカレであるみたいな、イカレてるなってマンガ好きの上の知りとして、うん、今後マイアンにやってほしい役があるとしたら、そうやな、でやっぱ基本的にコメディで見たいんやな、まあそうだよね、そうね、白石か、うん、最近最近の漫画は、ね、おお
じゃあちょっと僕が持ってる漫画の中で白石にぴったりそうなやつをね、探そうかね。選んでやってくださいよ。なんなら全然その白石に限らずとかも、ああね、まあ、乃木坂のメンバーでみたいな。だいたい少年漫画やから、うん、若い子ばっかりになってくるぞ。おお、まあ、乃木坂のメンバーでって言ったらね、俺はやっぱ、うん、あの荒井慶一の日常のナノちゃんを遠藤にやってほしいけどね。いけそういけそう。この間日常をもう何週目かでまた見直してて、やっぱ遠藤だなこれと思って。されてるやつでも、公務役マイヤンの方が良かったんじゃねみたいな。ああね、でもやっぱ意外とさ、その美人で面白い人って作りにくいんだろうね。そうだね、うん、あでも白石とか関係なくて、うん、女の鷹っていう漫画、うん、あの最近実写でドラマやってるんやけど、うんうん、それめっちゃ面白いよね。なんかあの無能その高野さんっていう女の人、うん、主人公で、うん、すごい綺麗で仕事できる感じのオーラがある人なんやけど、うん、実際は何にもできん。めっちゃバカや。なんかその漫画のキャラを直接見てるわけじゃないけど、そこだけ聞いたら梅とか良さそう。そうね、うん、梅がめっちゃキリッてしてるけどめっちゃアホっていう、うん、この歌か最近、うん、そのなんかで読んでめっちゃ面白くて、でドラマもバンド中やってるから、うん、別企画です。これやりたいな。うん、確かに、うん。この実写化、乃木坂でやろうみたいな。そうね。うん、漫画に限らず、小説とかでもいいしな。あの佐久間さんと大倉さんが、うん、バナナマン実写が、はいはいはい、映画版バナナマン作ろうみたいな。そうやな。桜庭和樹の青年のための読書クラブ、ぜひとも乃木坂に行きたいんやよ。やってほしいね。あれマジでいいと思うわ。うん、カラスの紅子を林瑠奈にやってほしいよ。あ、いいね。絶対かっこいいと思う。うん、まあ、現役だったら林だけど、うん、やっぱマリカだな。伊藤マリカはね、うん、なんかその実際のやつとは設定とはだいぶ変わっちゃうんやけど、うん、むしろあの紅子を、うん、プロデュースするというか、うん、紅子を王子に仕立てあげる、うん、あの読書クラブの部長とか、うんうん、かっこいいかもしれない。ああ、これは完全にミスったな。こんなに
こんなに差が出るとね。いやこれね、右折レーンなのよ。ああ、なるほど。まあどっかで折り返そう。いやーでもそうだ、実写な、いろいろあるけど。うん。単純に好きな漫画で考えるのもいいよね、うん、そうだね。フラワーオブライフとかめっちゃ好きなんやけど、もうこれあの、うん、なんか5期生でやってくれんかなって。へえー、まあ、普通に驚愕のやつやから、うん、主人公男子高生やし、うん、あれやけど、フラワーオブライフの、うん、女の子がメインの回を5期生とかでやってくれるか。そういうのちょっと見たい。あ、そういう回もあるんだね。あるある、うん、本当に群像劇みたいなやつやから、うん、ある学校の一クラスの1年間の話、うん、女の子同士でお買い物に行くだけの話とかあったりする。あ、いいね。朝日ナグってよくあの題材というか漫画を見つけたよね。ね、うん、もう、もちろん話題になってた漫画ではあるし、うん、でもあれっていうか、あの朝日ナグは本当に剣道小林に絶賛されたのがおマジですごいと思う、うん、で、なぎなたっていう題材もうん、よかったしな、うん、あのもうその時のコバさんの評価がすごいいいんやね。なんか、うん、なぎなたって、うん、競技人口が少なくて、うん、普通に作中でも出てくるんやけど、うん、ずっとやってる人じゃない人でも、うん、そのだいたい似たり寄ったりの実力から始まるから、うん、それまで活躍できなかった人が急に活躍するチャンスがあるみたいな、うんうん、そういう競技がまあその高校生のなぎなた部やから、うんうん、だから乃木坂がその練習してやってるぐらいのなぎなたがちょうどいい、うんうん、ああそういうことか。じゃあその実際にやってるのもリアリティが出てくるわけだ、うん、そもそもが、うん、そのなぎなたみんな別にそんなすごい上手にやってるわけではないから、うんうん、あ、じゃあそういう意味でもうまいことマッチングしたよね、うん、本当乃木坂で朝日なぐいやろうって言った人すげえな。すごい、うん、いい題材やったね。うん、何気になんかいろいろあった期間よな、あの時、うん、めっちゃ短い井上さゆりのショールームとか覚えてるわ。なんか何分とかのやつ。何分、うん、へえ。本当に個人配信みたいなんで、うん、ちょっとだけやってたんや。へえ。あれで初めて、うん、その井上さゆりと伊藤真理香が副陣入りして、うんうん、それの、あの感謝を伝えるみたいなショールームやってて、あ、でショールームの通知が来て当時、うんうん、でおっとって、うん、普通に外やったんやけど、うん、イヤホンつけて、うん、パッて見て、あ、そういうやつねって思ってたら、うん、ほんまにすぐ終わった。そんな使い方もありやんない、うん、分からんけどね。その通知が出たのがたまたま終わり際に出ただけでっていう可能性もあるけど、うんうん、あ、なんかすごいそれが印象的だったな。まあ井上さゆりショールームって言われるとね、あの俺は卒業セレモニーをショールーム配信で終わらせたことの憤りをまた思い出した。そうやな、うん、ちょっとモヤモヤしちゃうからね。
ます。マジで。ねえ。